おはようございます。これより会議を開きます。議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。この度の平成28年熊本地震による被害でお亡くなりになられた方々とそのご遺族に対しまして深く哀悼の意を表します。また被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、負傷された方々が一日も早くご回復されますようお祈り申し上げます。これよりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げたいと存じます。全員のご起立をお願い申し上げます。黙祷。黙祷あります。ご着席ください。この際、理事辞任の件についてお諮りします。理事増田関雄君から理事辞任の申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続き理事補欠選任の件についてお諮りします。ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により委員長において指名するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。それでは理事に重徳和彦君を指名いたします。災害対策に関する件について調査を進めます。この際、平成28年熊本地震による被害状況等について政府から説明を聴取いたします。河野防災担当大臣。平成28年熊本地震による主な被害状況及びその対応につきましてご報告いたします。まずこの度の一連の地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された方々に対し心よりお見舞い申し上げます。また野田委員長をはじめこの委員会の委員の皆様には、発災以来さまざまなご支援ご協力を賜りましたこと、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。この地震による被害状況につきましては、これまでに熊本県を中心に死者49名の甚大な被害が出ております。政府としては14日の地震発生直後から非常災害対策本部を立ち上げ、これまで連日16回に及ぶ非常災害対策本部会議を開催するとともに、被災地の熊本県庁に非常災害現地対策本部を設置し、被災自治体と緊密に連携しながら政府一体となって災害応急対策に取り組んでまいりました。被災地では自衛隊、警察、消防、医療部隊など約3万人規模の実動部隊を動員し、夜を徹して懸命の救命救急活動を行ってきました。依然として崩壊した土砂の下に取り残された方がいる可能性もあることから、引き続き捜索救助活動に全力を尽くしてまいります。生活インフラについては、博多から熊本までの九州新幹線が運転を再開し、停電も一部地域を除き解消するなど、少しずつ復旧に向けて進んでいます。しかし現地ではまだまだ多くの方々が避難所や被災地域で不自由な生活を余儀なくされています。政府としては食料、水など被災地の備蓄を超える必要物資を要請を待たずに調達発送してきたところであり、今後はよりきめ細かく現場のニーズに応じた物資調達を支援してまいります。また全国各地から多くのボランティアの方々が駆けつけてくれており、物資の仕分け、運搬、被災家屋の片付けなど、それぞれの特徴を生かして被災された方々を支えてくれています。被災者生活支援チームをフル回転し、被災者の生活支援に万全を期してまいります。強い余震が相次ぎ、避難の長期化も懸念される中で、被災者の方々の心や体のケアにも十分気を配り、避難所の衛生管理を強化するほか、高齢者や障害者など配慮を要する方々のため、ホテルや旅館などの提供を進めております。また、自宅を失った方々に住まいを確保するために、公的な住宅の提供、応急仮設住宅の仮設や民間住宅の借り上げを進め、被災者の生活再建について被災地域と連携しながらできる限りの支援策を講じてまいります。熊本県知事からご要望をいただいておりました激甚災害の指定につきましては、被害状況の迅速な把握に努めた結果、
今回の災害を激甚災害として指定する政令を昨日25日に閣議決定し、本日26日に公布、施行しました。引き続き災害応急対策に全力で取り組むとともに、災害復旧、被災者の生活支援、農林水産業や中小企業など産業の復興など、被災者の方々が一日でも早く安心した生活を取り戻せるよう、被災自治体など関係機関と連携を密にし、政府一丸となって取り組んでまいります。以上で説明を終わりました。この際お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として、内閣府政策統括官加藤久義君、総務省行政評価局長新井豊君、文化庁文化財部長村田義則君、国土交通省大臣官房審議官石田勝君、および国土交通省道路局長森正文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。坂本哲史君。坂本。おはようございます。自由民主党の坂本哲史でございます。今回の質問の機会を与えていただきました委員の皆様方に心から感謝を申し上げたいと思います。私の選挙区は被害が甚大でありました、あの南阿蘇、それから西原村、こういった阿蘇地域を抱えます。一方の方で現在操業がストップしております、本田技研、ソニー、あるいは東京エレクトロン、そして、富士フィルム、こういった製造業の集積地でもございます。人的被害、あるいは産業的被害、こういったものが非常に大きく、まだ混乱のさなかでございます。しかし、そういうさなかにおきまして、今回、熊本地震を激甚に指定していただきました。このことによりまして、県民の士気がどれだけ上がるか分かりません。感謝を申し上げたいと思います。また、初動にあたりましては、河野大臣をはじめ、松本副大臣、いち早くこの中央の対策本部、そして現場への熊本での対策本部、それぞれ設置をしていただきまして、果敢な初動をしていただきました。このことに対しましても深く感謝を申し上げたいと思います。さらには自衛隊、警察、消防、医療チーム、そして他県からの地方自治体からの派遣団、またボランティアの方々の皆さん方が続々と熊本入りをされ、そしてさまざまな活動をしていただいております。私たちも東日本大震災で一応のことは分かっていたつもりでありますけれども、それぞれの方々の連携、あるいはこういったボランティアというものがこれだけありがたいものかと、肌で改めて感じるところでございます。これからもこの我が国一体となって震災の復興のために取り組んでまいらなければならないと思っているところでございますので、今後のご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。今回の地震の特徴は何といっても2度にわたる激震があったということであります。4月14日の震度7、そして1日おいて16日未明の震度6ということ、そしてなおかつ、余震が1日に30回、40回、震度5、震度6強の地震が現在も続いております。だいぶ収まりはしましたけれども、もうすでに900回近くもなっているということであります。そういうことを考えますと、まだ地震は継続中でございますし、被害もやはり継続中でございます。そういう中で、この規模としては、やはり阪神・淡路大震災、そして東日本大震災、それと同じようなやはり地震の規模であり、そして被害の規模であると、私たちは思っております。そういう中で、死亡者がわりかし少なかったということは、地震発生が深夜であったために、火災が発生しなかった、あるいは1度目の地震で屋外に避難をされていたということで、2度目、家屋が崩落する際に、屋外の避難者が多く、やはり倒壊家屋に潰されるということが少なかったということが、死者が割合と少ないというようなことになっておりますけれども、被害そのものは甚大でございます。国土交通省管内で調べましただけでも、その損害額、今のところ3200億円ということでございます。
これをどのようにしてこれから復旧復興していくかということは、気の遠くなるような話でございますけれども、特に心配されますのが、財政基盤の弱い市町村が多いということでございます。私の西原村、年間予算は40億円でございます。南阿蘇村の年間予算は87億円でございます。2桁台の億円、この町村というのが非常に多いわけでございます。そういう中で400億あるいは800億の被害を出して、仮にその市町村が1割負担となったにいたしましても、村の財政規模そのものが負担になってくるというわけでございます。今後ありがたいことに安倍総理が数千億規模の補正予算、これを編成するということで宣言をしていただきました。与野党こぞって一日も早いこの補正予算の成立をお願いしたいところでございますけれども、それと同時にやはりこの財政基盤の弱い市町村へいかに負担を軽くするか、このことが最も大切であるというふうに思います。そのためにはやはり阪神・淡路大震災、そして東日本大震災並みのやはり特措法、特別措置法が必要である。その特別措置法の中でやはり市町村に対してのきめ細かな財政的な支援をお願いいたしたい。それが今後の長期間にわたる復興について復旧復興に至ってのやはり安定感安心感につながると思っているところでございますので、この特措法をぜひ成立をさせていただきたい、あるいは制定していただきたいというお願いでございますので、防災大臣としてのご答弁をお願いいたしたいと思います。各地域を回ってみますと、本当に現在避難者の方々がそれぞれの公民館あるいは体育館に避難をされておられます。家族バラバラの状態でございます。おじいちゃんおばあちゃんは体が動けない、お父さんお母さんは家の後片付け、そして孫たちは消防団ということで、くたくたになって帰ってきて、そしてそれぞれ隣を気にしながら寝なければならないというようなことがもう十数日続いているわけでございます。仮設住宅いつどういう形でやはり建設されるのか、そして完成するのか、この目処ぐらいはやはり何としても大臣の口からご答弁いただきたい。その目標があればやはり踏ん張れるものだというふうに思います。これから熊本は豪雨の季節になります。1時間あたり100ミリ程度の雨量が降ることも雨量になることも珍しくありません。そして夏を迎えますと30度から35度の酷暑でございます。こういう状態になる前に何としてでも仮設の住宅もお願いしたいと思うわけでございますけれども、これも防災担当大臣のご所見をお願いいたしたいと思います。はい、河野防災担当大臣。当面の物資につきましては予備費をいただいておりますので、これでしっかり対応してまいりたいと思います。また激甚災害の指定につきましては本日交付施行することになりますので、災害復旧に対する国の補助率のかさ上げなどがこれでできるようになります。また28年度補正予算の編成に着手しておりますので、地元の自治体に心配のされないようしっかり国としては自治体に寄り添ってまいりたいと思っております。また住宅でございますが、今現在公営住宅9000軒を確保できる見込みでございます。それに加えまして民間のいわば借り上げ応急仮設1500戸、これの用意ができる見込みでございまして、建設する仮設住宅につきましては3000戸、これが用地が確保でき次第すぐに着手できるようにスタンバイをしております。なるべく委員おっしゃりますように暑くならないうちに住環境がいいところへ移っていただけるよう最大限の努力をしてまいりたいと思います。坂本哲司君。住環境の方は地元市町村も全力で現在手続きをやっているところでございますので、どうか早期の着工完成をお願いいたしたいと思いますし、そして最初に言いました特措法の制定、これについてもご指導とこれからのご協力をぜひお願いを申し上げたいと思います。もう一つでございますけれども、やはり私たちが非常にショックでありましたのは、大分と熊本を結ぶ国道57号、そしてそこからちょうど分岐をいたします、宮崎の方に分岐をいたします、
国道325号、これが T 字路で交差をしているわけでありますけれども、ちょうどそこに山腹崩壊が生じた、そしてかかっている阿蘇大橋が崩落をした、まさに、そして白川ののり面も崩落した、現場に立ちますと大変な状況でございます。これは国道57号は直轄工事でございます。一方の方で325号は、県が中心となるわけでありますけれども、これを一体のものとして、国直轄で、何としてでも早期復旧復興をお願いしたい。もしそれが技術的に非常に難しいならば、現在中断しております中九州横断道路の迂回路でございます阿蘇大津線のトンネル、このトンネルの緊急着工というものもお願いしたいところでございますので、ぜひ一体的な直轄としての取り組みをお願いいたしたいと思います。そしてもう一つはやはり私たち熊本県民の、心の支えでございます熊本城の崩落であります。1610年代に完成をして、そして400年、これまで守ってきたこの熊本城が石垣天守閣そろって、崩壊の危機にございます。明治期、西南戦争で天守閣が焼ける様を見て、熊本の城下の人たちは本当に膝を折り手を合わせて涙をハラハラと流して、心の支えを失った、それをその嘆いたということでございます。熊本城の再建について何としてでも、心の再建ということでよろしくお願いいたしたいと思います。さらに熊本城だけではありません。全国に450の抹茶を持ちます、阿蘇神社、そして、酒田の本間家と並び称せられます豪農屋敷の江藤屋敷、こういった国の重要文化財もすべて、崩落損壊をいたしました。このことについての文化庁の取り組みをぜひよろしくお願いいたしたいと思いますけれども、それぞれに、ご答弁をお願いいたしたいと思います。国土交通省森道路局長、お答えいたします。阿蘇大橋地区におきまして大規模な斜面崩壊が発生いたしまして、国道57号並びに325号、阿蘇大橋が通行不能となっているところでございます。現在この発災箇所付近では行方不明者の捜索活動がまだ続けられているところでございまして、私どもとしてもその支援を行っているところではございます。しかしながらこれらを戻すには仮道あるいは仮橋といったようなことによって当面の応急復旧をしていくことになりますけれども、斜面崩壊があまりにも大規模多すぎまして、また二次災害の発生をする恐れがあるということもございます。本復旧まで時間がかかるということも見込まれますので、今後砂防担当部局あるいは熊本県地方自治体とも相談いたしながら復旧工法あるいは復旧位置等々につきましての検討してまいりたいと考えているところでございます。また国道325号につきましても本復旧に向けましたルート検討等、私どもの方から出向いておりますテックフォースという部隊、技術部隊がその支援を行っておりまして、熊本県からは直轄、国直轄によります早期復旧の要望もいただいているところでございます。東海地区いずれにしましても熊本県の阿蘇観光エリアのですね、玄関口となります重要な地域でございます。ご要請もしっかりと受け止めながら早期復旧に向けまして全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。はい、文化庁村田文化財部長、お答え申し上げます。文化財の被害でございますが、九州各県から国指定等の文化財につきまして昨日の時点で117件の被害があったとの報告を受けてございます。文化庁からも先週末より熊本県と大分県に被害状況把握のために文化財調査官を派遣をいたしまして、お話がございました熊本城、阿蘇神社、江藤家住宅をはじめ各所の被害の確認に取り組んだところでございます。地域の皆様にとってもかけがえのない文化財の大きな被害を極めて私どもとしても深刻に受け止めているところでございます。国指定文化財等の修理につきましては、国が掃除用費の 50% を補助し、さらに所有者の財政状況等に応じて最大 85% まで補助ができることとなっております。加えて災害復旧の場合には通常の補助率に加えまして 85% を上限に 20% のかさ上げ措置を講じているところでございます。文化財の所有者管理団体や国土交通省等とも連携をいたしまして、熊本城をはじめ損壊した貴重な国指定等の文化財を早期に修理復旧ができるよう文化庁としても最大限の支援に努めてまいりたいと考えているところでございます。坂本哲司君、私たちも全力で取り組んでまいります。委員の皆様方のご指導とご協力をよろしくお願い申し上げまして質問を終わります。ありがとうございました。次に江田康之君、委員長。江田康之君、
公明党の枝康幸でございます。本日は私の地元でありますが、熊本県を中心とする地震に関して質問をいたします。まず冒頭、今回の地震でお亡くなりになられた皆様のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様、被害に遭われた多くの皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。14日の夜、熊本地方で震度7の地震が発生いたしました。その緊急速報を聞き、私は同僚の秋野参議院議員とともに翌15日早朝に熊本入りし、震源地の益城町へと急行をいたしました。町の至る所で家屋や道路が崩壊し、この地震の凄まじさを垣間見たところでありました。その日深夜に自宅に戻り、就寝に就こうとした直後、この2回目の震度7のこれまでに経験したことのない凄まじいこの地震、本震が発生し、この熊本県全域にその甚大な被害は広がったわけであります。まあ、益城町、南阿蘇村、西原村、阿蘇市、熊本市を中心に、この死者49名、関連死を含めて62名、家屋の全壊、半壊、一部損壊1万棟以上、避難者数は今も5万人、車中泊の人も多数おられます。家が全壊、半壊し、家に戻れない人、また余震が怖くて、避難所や車中泊を余儀なくされている方、長引く避難所生活では、被災者の疲れは限界を迎えておりまして、高齢者や女性、子どもにきめ細かい配慮がさらに必要となってまいります。まあ、今後は避難の長期化を避けるためにも、住宅の確保など、被災者の生活支援が極めて重要になってくると思われます。まあ、本日は被災者の声、そして自治体の声をもとに、この質問をさせていただきます。今後の居住の確保についてでございます。まあ、多くの家屋が倒壊している中で、今、被災者が最も心配しているのが、今後の住宅の確保でございます。まあ、避難所生活をですね、長期化させないためにも大変重要であると思います。現在、県営住宅、また熊本市の市営住宅、さらには県外の公営住宅を合わせて、3100戸の公営住宅への申し込みも受け付けているところでありますが、さらに今後は仮設住宅や賃貸住宅を借り上げて、提供するみなし仮設住宅の供給も始まってくるところであります。まあ、今後、避難者が自宅に戻れるかどうかの目安になるのが、建物の応急危険度判定にあるかと思います。被害の最も大きかった熊本市、益城町、西原村、南阿蘇村をはじめ、この被災8市町村が調査を始めておりますが、これまでに1万1300件を調べて、住むことのできない危険と判定されたものが 35%、要注意が 31%、使用可能な調査済みが 33% となりました。まあ、県や熊本市は県内外から集ったこの判定士、これはこの資格を持つ職員の方々が多いわけでありますが、これまでの230人体制から600人体制へと、これを増員して、この危険度判定をしているわけであります。さらに、この被災者生活支援を受けるための、この罹災証明の申請が始まっておりますけれども、その発行には全壊半壊の判断が当然必要でありまして、職員が調査していくことになります。まあ、応急危険度判定の判定士とともにですね、この専門の職員の十分な確保が必要だと思いますが、まあ、これまでも全国の自治体から職員の派遣がこの行われているところでありますけれども、やはり大規模な被害であるということで、圧倒的にマンパワーが不足しているという状況にございます。まあ、全国で支援できる職員をですね、この県と連携して、必要な市町村にきちんと派遣する仕組みをさらに強化すべきだと思います。この市町村からの要請を待つのではなくてですね、国が前面に立ってプッシュ型で、この実効性のある職員の派遣をこの調整していただきたい。総理も昨日、被害認定や罹災証明の発行を最優先として、全国の自治体に職員の追加派遣を要請すると明言されたところでありますけれども、大臣、政府の見解を明らかにしていただきたいと思います。
はい、河野防災担当大臣。昨日4月25日時点で、自治体間の広域応援協定のスキームで1000名以上の職員に現地にお入りをいただいているところでございます。熊本市につきましては指定都市市長会が応援をし、その他の市町村につきましては九州知事会からの応援をいただいております。でこのスキームで対応できないニーズにつきましては、総務省が地方3団体と連携をして全国的な県知から応援要請をし入っていただくことになっております。罹災証明の発行ですとか、さまざまな業務がこれからマンパワーが必要になってまいりますので、政府としてもしっかりとこれに対応できるよう人的派遣に努めてまいりたいと思います。委員長、はい、私が言っているのはこの市町村からの要請を待つだけではなくてですね、やはり国が前面に立つと、そういうことが今必要不可欠になっていると思われますので、さらに、大臣進めていただきますようによろしくお願いを申し上げます。で、次に仮設住宅の確保が大変に重要になっております。で、先日西原村に県内で初めて50戸の仮設住宅の建設が始まりました。5月上旬にも着工して6月中の完成を目指すと聞きます。で、西原村は全壊344戸、半壊1087戸、合計1431戸、これはですね、全戸数の 75%、 7割5分に当たる甚大な被害であります。こういうところもあるわけでありまして、当面この西原村は200戸の建設を求めているというところであります。で、県内全体ではですね、全壊が1696棟、半壊が1610棟、被害家屋数1万棟以上に上ります。県は、この2800戸以上の仮設住宅の建設を見越しているところでありますけれども、今後、各市町村でこの必要となる、この仮設住宅の建設戸数は、これは決定されてくるわけでありますけれども、大臣、この必要数は必ず確保していただくということを、強いメッセージを発していただきたいと思うわけであります。また、現在、最長2年の仮設住宅の入居期間の延長もですね、弾力的に行うべきと考えますけれども、大臣のこの見解をお伺いをいたします。河野防災担当大臣。熊本県が4月20日にすでに住まい支援プロジェクトチームを立ち上げまして、被災された方々の住宅の手当について今着々と現地で計画を練っているところでございます。仮設建設は3000戸がスタンバイしておりますし、民間の借り上げも1500戸が手当されております。また公営住宅も9000戸が対応できるということでございますので、必要な戸数しっかり確保できるように努力してまいります。で、安井君。短い時間で大変急いでおりまして申し訳ございません。次にですね、最後になりますけれども、被災者生活再建支援制度の拡充について、この質問をさせていただきたいんですが、県内の被害家屋数は先ほども申しましたように、この全壊半壊含めて1万棟以上と推計をしておるんですが、仮設住宅の今言われました仮設住宅の建設とともにですね、被害家屋の再建が最大の課題になってくるわけであります。被災者生活再建支援制度は全壊で家を新築する方、また半壊で大規模改修する方、そしてその賃貸住宅に移る方など最大300万円の支援金がこの支給されているわけでありますが、熊本はこれまでですね、実は大きな地震は全くなかったんです。で、多くの方は地震保険にも加入してはおりません。そういう意味で国の被災者生活支援制度のですね、さらなる拡充とそれと総合的な支援がセットで必要になってくるかと思います。で、避難を長期化させないためにも、この被災を受けた住宅の再建をですね、幅広く支援することも重要と考えます。被災を受けた集合住宅やマンションに居住する方への支援もこの対象になっているかと思いますけれども、大臣の強いリーダーシップに期待をしたいと思いますが、大臣の見解をお伺いをいたします。河野防災担当大臣。この被災者生活再建支援制度の支援金の給付が一刻も早くきちんと行われるように政府としては全力を挙げてまいります。
委員長、時間が参りました。4月18日の安倍総理への緊急要請で公明党は激甚災害の早期指定を申し入れておりましたけれども、昨日の閣議で激甚災害の指定が決定いたしました。この現地においては復旧復興の大きなこの追い風となってまいります。心から御礼を申し上げますとともに、さらにこの大臣におかれましては被災者の支援復旧復興に国の総力を挙げて取り組んでいただきますことを心からお願いを申し上げまして質問とさせていただきます。ありがとうございました。次に松野頼久君。委員長、松野頼久でございます。大臣、今、同僚のですね、熊本出身のお二人の先生方からいろんな質問が出ています。私も地元ということで今日は質問に立たせていただきました。これまで の政府がですね、いろんな支援をしていただいていること、心から地元を代表いたしまして感謝を申し上げる次第でございます。昨日は激甚災害に指定をしていただいたということですけれども、ただちょっと発生当時からですね、地元では激甚災害は一刻も早く指定してもらいたい、こういう声が充満をしてたんですが、昨日ということで若干ちょっと遅かったんではないのかなというふうに思ってるんです。以前に白川で氾濫があったときに、当時は私は与党におりましたけれども、確か 2,3 日で激甚災害に指定をしたという、経験があるんですが、これだけ時間がかかった理由をちょっとお聞かせいただけないでしょうか。委員長。河野防災担当大臣。激甚災害の指定は復旧に必要な費用を積み上げて一定金額以上になれば指定をするものでございますので、遅かったとは全く考えておりません。松野理沙君。大体ですね、細かく積み上げるような災害ではなかったのではないかというふうに思うんですが、いずれにしても昨日指定をしていただいたということで大変感謝をしているところです。で、今るるお話がございましたが、今回ですね、約益城町で今のところ昨日のですね13時半現在で確認されている状況ですが、益城町で全壊が1026棟、西原村で全壊が344棟、鹿島町で115棟、熊本市で40棟、宇土市で122棟、まだ1棟とか2棟とか、1桁のところの町村もあるんですけれども、それは割愛をさせていただいて、大体昨日の1時半現在で、これぐらいの全壊というものがあるんですね。で、やっぱり全壊となると、本当にこれは自宅に帰れないという状況であります。そこでですね、結構地元からいろんな要望が出ているのは、国家公務員住宅で空いているところがあるということなんで、まずそれを、国のレベルで開放してもらえないだろうか。県営住宅、市営住宅の方はですね、自治体が今もうスタートしてますんで、ぜひ国の方では国家公務員住宅を開放してもらいたいという声があるんですが、大臣、その辺のお考えはいかがでございましょうか。委員長。はい、河野防災担当大臣。現地に近いところにあります国家公務員住宅は、今、被害状況を点検をしておりまして、被害がなかったところから使っていただく準備を進めております。どのようにしていくかは、熊本県をはじめ、現地と相談をしているところでございます。委員長。はい、松野理沙君。大体どれぐらいの規模、何棟ぐらいあるんでしょうかね。財務省にも今日は理財局にも来ていただいてますんで、ぜひお答えいただければありがたいと思います。はい、酒井財務副大臣。どのくらいの規模感かということでございますが、熊本県内に大体今お住まいで、棟そのものがお住まいで、空いてる空き家、空き部屋というものが大体200戸程度あるということで考えておりまして、今、大臣から答弁ありましたように、今、順次、調査をして、今、その情報を精査しているところでございます。松野理沙君。例えばですね、合同宿舎というのが東町というところにある、東町北住宅、南住宅、防衛省所管の宿舎等ですね。こういうところが、その200棟以外に、まだ使用することは可能ではないか、廃止、一旦その廃止をしているけれども、まだ建物が、しっかり建っている、この震災でも傷んで、外観からは傷んでいない、
いうような住宅がまだ残っているということなんですけれども、その辺をあの開放してもらうわけにはいかないんでしょうかね。酒井財務大臣。基本的には廃止済みの宿舎となっているものでございます。廃止済み宿舎になるというか、そうなった、なったという理由はですね、一つはやはり、だいぶ古くなってきていることや、耐震性能が不十分で、十分でないことというようなことが挙げられておりまして、今ご指摘をいただいたような物件も中にはですね、斜めになってしまったものでありますとか、壁にクラックが入っているようなものもございますので、まずはその近々に使えると思われる200戸を優先的に今調べているところでございます。委員長、宇都宮理沙君。昨日若干財務省とお話をさせていただいて、水槽からやり替えなきゃいけないとかですね、相当な掃除をしなきゃいけないとかいう理由もあるというふうに聞いてますが、ここはですね、その避難所にずっといるという状況、特にお年寄りなんかは非常に、厳しい状況ですから、資格紙面に考えずに、そこは柔軟にぜひ対応していただいて、使えるものはもう大至急開放してもらうというような柔軟な対応をお願いできればというふうに思います。あと続きましてですね、先ほど江田先生からもお話がありましたように、被災者支援法に基づいて、全壊の場合は最大300万、半壊の場合は最大250万という支援金が出るということが決まっています。この上乗せというのは可能性はあるんですかね。はい、河野防災担当大臣。支給は一刻も早くやりたいと思いますが、上乗せについてはまだ検討しておりません。はい、厚根理沙君。これは検討の余地があると考えていいんですか、それとももうこれが上限であるということなんでしょうか。河野防災担当大臣。これが上限であると考えていただいていいと思います。厚根理沙君。多分そうだと思います。あとできるだけ罹災証明を取るのに非常に混雑しているとか、まだ南阿蘇なんかでは罹災証明を発行するところまで行っていないとかいうこともありますんでですね、ぜひ、なるべく早く罹災証明を出していただいて、というのは現地でですね、もう全壊で本当にもう道路まで倒れかかっているけれども、で本当に通行人や子どもたちに、被害が及ぶんではないかというような状況の家も、まだこの罹災証明等が出ないで、国の支援がどれぐらいあるのかわからないという状況で、まだ取り壊せないという状況もあるんですね。ですから一刻も早く、これは、自治体も混乱している状況は分かりますけれども、国の方でバックアップをしていただいて、罹災証明が出て、取り壊せるような状態にぜひしていただきたい、このこともお願いを申し上げる次第でございます。あとですね、地元から要望が来ているのは、農業酪農に対して、今、とても収入が見込めないという状況です。で、この農業酪農に関して、これからどういう支援をしていただけるのかということも聞きたいということでありますので、今日は農水省からも来ていただきます、いただいてますんで、今後どういう見通しになるのかということをちょっとお話しいただければありがたいと思います。はい、伊藤農林水産副大臣。九州、熊本県下、大変に農家の皆様もお困りになって、おられるわけでございます。農地の地割れ、あるいは液状化、さらには選果場の破損や農業用ハウスの損傷、あるいは乳業工場の操業停止、畜舎等の損壊、死亡牛の発生、また一部のため池のひび割れ、林地の荒廃、あるいは林道施設の損壊など、多数の被害が生じているところであります。農水省といたしましては、本省の担当課長、あるいは農業土木技術職員、森林土木技術職員、水産庁職員を現地に派遣いたしまして、速やかに被害状況の全容を把握するとともに、今般の激甚災害の指定を受け、関係自治体と連携を取りながら、一日も早い経営再開に向けて、迅速かつ的確な復旧を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上。厚根理沙君。ちょっと漠然とした話だというふうに今受け取りました。要はですね、その公共インフラに対してはどういう補助メニューがある、個人に対してはどういう補助メニューがあるということをですね、割と的確に出していただいて、それを生産者の皆さんのもとにきちっと届くような形にしていただきたいというふうに思います。そういう中で、例えば個人
生産者に対する支援というのは何かあるんでしょうか。はい、伊藤農林水産副大臣。基本的には生産者に対しましては、お入りいただいている共済保険、等々があるわけでありますが、国といたしましては、全般的な水利施設でありますとか、あるいはカントリーエレベーターの補修でありますとか、さらにはまた、水田に流入した土砂を除去することでありますとか、一つ一つ、その農家の置かれている状況等々に鑑みまして、普及に当たってまいりたいと考えているところでもあります。農業用ハウス、あるいはいちごの栽培棚など、内部施設が相当破損しているところもたくさんあるわけでございまして、これらを一件一件しっかり調査をし、その対策を講じてまいりたいと、こう考えております。松野理沙君。いろいろ政府に本当にやっていただいていること、心から感謝を申し上げるのと同時にですね、被災者の皆さんは本当大変心配な状況であるのと同時に、農業に関してもぎりぎりの状況で、農業を営んでいるという状況ですので、ぜひさまざまな支援を駆使していただいて、そしてそれがなるべく現地に告知されるようにお努めいただければ幸いでございます。今日はお時間をいただきましてありがとうございました。感謝申し上げます。次に大平義信君。はい、大平義信君。日本共産党の大平義信です。まず冒頭、改めて今度の地震で犠牲になった方、被害に遭われた方への心からのお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。先日の日曜日、私も現場に伺いました。その中で最も感じたことは、避難所の環境改善が急務だということです。内閣府が4月15日に発出した避難所の整備についての通知、このようには現場にはなっていないと、このことを痛感いたしました。避難所ごとに何が課題になっているのかをつかみ、その課題を解決する手立てを打つためにも、避難所の現場で動ける人員を国の責任でさらに確保し、配置すべきだと思いますが、大臣いかがでしょうか。河野防災担当大臣。避難所の管理運営が今最も急がれるし大切であるというのはその通りだと思います。今避難所には他の自治体からの応援の職員あるいはボランティアといった方にお入りをいただいて運営の手伝いをしていただいているところでございます。また避難所のニーズを細かく吸い上げられるように情報システムを搭載をしたタブレットを配布をいたしまして、それぞれの避難所のニーズをきちんと共有できるようにシステムを稼働させるところでございますので、政府としては万全の対応をしてまいりたいと思っております。大平義信君。現場に伺いまして、避難所格差という言葉が聞きました。発災後10日経ってもいまだに食事の提供はおにぎり1個、パンが1枚、こういう避難所だって少なくありません。また報道でもあるように、益城町の総合体育館では1250人が避難をされ、メインの体育館の耐震性が問題で避難者を収容することができず、エントランスや廊下にすし詰めになって、寝ておられる、そんな現状がある、まさに通知の内容とは程遠い状況になっている、そのためにも現場で動ける人をつけるということが今最も急務だと訴えたいと思います。具体的にもう一点伺います。一般の避難所に、本来福祉避難所に入るべきであろう障害者や高齢者の方たちなどが少なからずおられました。中には一般的な対応では命の危険すら脅かされる、そういう方もおられました。一般避難所にも看護師や 介護士など専門的な知識を持った人たちの配置が急務だと感じました。福祉避難所ではありませんが、災害救助法にいう特別基準の設定を含めて、一般避難所にもそうした配置をすることは大臣可能ですよね。河野防災担当大臣。現場の避難所の状況はさまざまでございますので、
現地で、かなり弾力的にいろんなことを運用していただかなければならないと思います。一般の避難所においても福祉スペースを設置した場合には福祉避難所と同じ扱いが可能になります。また、支援を必要とされている方には、ホテルや旅館を二次避難所として、今あっせんをしているところでございまして、それなりの数のお申し出がありますので、これは現地でマッチングをして、そうした支援の特に必要な方につきましては避難所から、ホテルや旅館にお移りをいただいているところでございますので、これをしっかりと周知徹底してまいりたいと思っております。小平忍君、伺いまして、一般避難所におられる方の中でですね、つまりボランティアで来られた看護師さんが声をかけて初めて分かった問題、入れ歯を背のまま逃げてここまで来て、しかしおにぎりが支給されたけど入れ歯がしてないから食べれないと、なんとかお茶で流し込んで食べた、そんなお話も伺ったりしました。まさにマンパワーの必要性、とりわけ専門職の持った方たちの必要性というのを痛感しましたので、ぜひ確保していただきたいというふうに思います。被害の全容把握は未だこれからであり、これも大きな急務だというふうに思いました。県や熊本市の報告も家屋被害や屋外避難の避難者の数なども、私自身もそうですけども、避難者の実感からもまだ程遠いものになっていると、実態が正確につかめてこそ、先ほど住まいの問題もありました、対策もかみ合ったものになる、今、何個被害があっているのか、こういうものがきちんと正確につかめないと、やはりその対策もかみ合ったものにならないというふうに思いますので、国も県や市町と一体になって、被害の全容解明を、全容の把握を急ぐということを求めまして、私の質問を終わりたいと思います。次に川野正美君。委員長。川野正美君。大阪維新の会の川野正美でございます。まず冒頭改めまして、今回の地震によって尊い命を失われた方々のご冥福をお祈り申し上げたいと思います。また被害に遭われた方のお見舞いを申し上げたいと思います。また今なお行方不明の方がいらっしゃいますので、ぜひとも一刻も早く救出されることを願っているところでございます。私も4月14日の日に福岡の自宅に戻りまして、戻った直後に地震に遭いました。ですぐ幹事長の方から電話がかかってきまして、15日すぐ現地を見れるような状況にしてくれということで、現地に陸路を迎えまして、空路やってきました下地代議士、我が党の室井参議院議員とともに3名で、お邪魔にならないように現地に歩いて入ってきまして、益城町の現場を見て回りました。で、消防団の方がおられましたので、どの辺が被害が大きいのかをお聞きしまして、本当にずっと半日かけて歩いて回ってきました。で、一昨日また東九州道の開通式が予定されておりましたけれども、福岡県内でこれが中止ということになりましたので、また個人的にずっと車で、湯布院あるいは阿蘇の方を見て回ってまいりました。本当に今二次災害が、何とかしておかなければならないと、先ほど来お話がありましたように雨が激しい状況が予想されておりますので、これから本当に倒壊寸前の家屋であるとか緩んだ地盤が、また滑ってしまうというようなこともあるんじゃないかなと思います。家の中で下を向いたまま黙ってうつむいておられた方々の表情であるとかですね、私精神科医でありますので、そういった表情が忘れられませんし、また余震が怖いからということで、家の中に入ることができないという方々もたくさん見てまいりました。そして湯布院の方ではですね、もう休日にもかかわらず、かつて平日でもこんなに空いているところは見たことないというぐらい閑散とした街並みを見てきまして、九州の復旧復興というのはこれから大変な問題があるのかなというふうに思ったところでございます。現地に行ってみなければわからないことがたくさんあると思います。現地に行かれた、先ほど河野大臣の方からいろいろ政府としての報告をいただきましたけれども、現地に行かれた松本副大臣に、本当に現地に行かれて受けたご感想というか、いろいろ印象、課題等についてお聞かせ願いたいと思います。松本内閣府副大臣。
まず亡くなられた方々のご冥福をお祈りをし、被災した方々に心からのお見舞いを申し上げるわけであります。私も15日に現地に入りまして、16日早朝の大地震を私自身が経験をさせていただきました。現地は大変な被害というものを目の当たりにしまして、これは大変だなということを実感をしてまいりました。今般の熊本地震対応につきましては、現地対策本部を熊本県庁に設置をして、そして16日未明の本震に伴う被害拡大にも引き続いて対応をしているところであります。現地対策本部では現地での情報収集ということも重要でありますが、それだけではなくて、政府が熊本県市町村と一体となって応急対策を進められるよう調整を行っているところであります。具体的には県との緊密な連携を図るために、現地対策本部と県の災害対策本部との合同会議によって最新の被害状況、対応状況をみんなで共有をする、そして救助活動、医療提供、物資調達など各分野ごとに協議をしながら全力で取り組んできたところであります。また被害現場の現状確認に努めるということ、これをですね、現場主義に徹してやらなければ見えてこないところがある。それを河野大臣にきちっと伝えなくちゃいけない、これも現地対策本部の重要な役目だと認識をいたしております。また政府が決めていただいた避難所に向けたプッシュ型の支援、これがきちっと避難所に届いているのかどうかといった確認、そしてトイレなどの住環境整備、ボランティアによる円滑な支援活動、これの国県 NPO との調整などに努めてきたところであります。引き続いて国県市町村民間事業者 NPO、ボランティアなどが一体となって被災者の方々が一日でも早く少しでも安心を持っていただく、勇気を持っていただく、このことに努力をしてまいりたいと考えております。川野正美君。はい、我が大阪維新の会といたしましての要望提案につきましては、すでに安倍総理に提出させていただいたところでございます。まだまだ現地混乱しているとも伺っておりますので、しっかりとした対応をお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。